はい、どうもこんにちは、道理源です。年間表彰やっていきましょう。ちょっとね、3日か4日ぶりにやってるんで、感覚をつかみながらやっていこうかなと。あの生放送の方ちょっとやっていたんで。さあ、ハーバート、住吉、マセ、ベストナイン。マジか、うわすげえ、マセと住吉ベストナイン選ばれてる。ハーバート最強、わお。え、坂田がゴールデングラブえ、すげえ、めっちゃ選ばれてるやん。ドーリーです。打点王住吉、最多安打マセ、いいねー。いやー、強くなってきた。いや、これもういけるぞ。いや、ちょっと最下位か、最下位だよね。まだ勝ってないもんね。ただもう 7.5 ゲーム差で54勝85敗やろ。いや、来年の補強試合ではいける。これいけるな。さてさて、メンバーどうしようかな。サンシーンズ逆読まるか。パワヒさ、誰かいたっけ。パワヒまだ覚えてないんやったっけ。住吉が、住吉がまだパワヒ覚えてないんだな。で、弾道アップが意外と、コーチャーの弾道アップってものすごい速いのよ。普通の弾道アップだと年間で1個上がるぐらいなんですけど、コーチャーの弾道アップ大体年間で2個上がる。最強だよね。びっくりした、やってて。え、こんな上がんのと思って。外国人もちょっと取っていきますか。本気モードいきましょうよ。そろそろ夢見ましょうよ。 OK。 さあ、投手成績、まあここら辺はまあどうでもいいんで、信田 4.834 勝1敗、うん、いいね。で、秋吉君も良かったんすよね。3勝9敗なんですけども、2完封かな。あとで成績もうちょっと見せようかなと思いますので。で、ホークス B154イニング投げて6勝10敗やからな。当たりだよな、ホークス B は。だってまだ22歳。うわ、待って、東山まだやめないで、君はまだやめないで。で、曽我部結んでるか。そっか、2000万アップで、ホークス B ちょっと複数年結んであげよう。9600万。安い。あー、希望年数年間だけか。コセムラが9勝6敗 3.30。 来年だね。10勝は来年にお預けですね。谷川くんがな、あとワンランク上がってくれたらいいんだけどな。もうここら辺一回3年契約結んどいていいかなと。ヨザ、アルウェックよく頑張ったね、今シーズン。ただ衰えてきてるっていう。ギャレットまあ 5.03 ながらもよくこの36歳でようがやっとるわ。上原7勝8敗いいね。上原本当は5000万ぐらい上げてもいいんだけどね。5年3年3000万契約、奴隷契約。板垣君もいいね。国場って俺毎回読んだよな、この子。国場君ちょっとな、衰えてんのが痛いけど。相馬22試合で 5.33。 まあここら辺の外国人はもう、外国人じゃない、ここら辺のメンバーはまあどうでもいいでしょう。オーダム、あれ、うん、オーダム、オーダムいるか。あー、まあでも中継ぎ怪我したように置いとくか。2000万契約奴隷、大金、
大金達夫くん今シーズンね半分ながらも3割打ってるんで、でファーストセカンド守れるからありといえばあり。大島衰えてきてんだよね、残念なことに。ベテラン大島もう10年目だもんな来年で。うん、今シーズンで9年目、来シーズン9年目か。もっと頑張ってほしいけどな。でも2割7分5人はようやっとる。ハーバートな、もう31歳で衰えめっちゃいってるからな、衰えまくってるからな、頑張ってほしいんだけどな。年間契約3年ぐらいかな、多分3年やったらあとはこちらぐらいかな。 35? だったっけ、35歳で特能を上げるようになると思うんで、それまでハーバートは頑張ってほしい。オースティン、いやー、もともと DA やったのにな、だいぶ衰えちゃった。あと何年頑張れるか。スミ、いやー、3割28本、来年だな、来年3割30本100打点いってほしいね。早熟なんでこの子怖い。足原早熟なんだ。そうか、足原な、なんかかわいそうだな。かわいそう、コナミ感。南国の落ち落ち者、崎山はもっと上がってほしい。パワーとかもっと上がるんじゃない。 ABEED いけそう。マセ君、いやー、ここね、沖縄ね、ちょっと怖いのが、あと2、3年でやんないとみんな衰えちゃうっていう。アビコ、坂田ゴールデングラブ取ったもんね、やるよな。まあ、2割8分5人3本35打点10盗塁も普通にいいんで。デアロ引退か、引退やな、ありがとう。山川2割4分20本キク、ラインドライブなんだよね、菊島4年目。骨川、なめかわ、毎回なめかわ間違えてる。さあ、長田、徳山、基本能力練習が得意、能力タイプはスピード型か。そうか、徳山スピード型なんだな、外野とか行かせてもいいかもね、スピード型なら。モノくん、スパンジェンバーグ、オッケー。まあ寂しいけどデアの引退か。さあ、ドラフトラストピースぐらいやな、もうここが。なんかおらんか、あと2、3年でいけそうな気がする。矢田くん最悪外野行かせるのもありだけどね。矢田くんいいね、チェンジアップ3、カットボール1個、左投げ145キロ。他は沖縄、お、コサイかな、多分コサイくんいいね、チェンジアップ高速スライダー、なかなか悪くない選手。沖縄2人か、投手他は沖縄さん、いなさそうやね、うん、投手2人ね、 OK。5歳くん取ってから、矢田くん取ろうか。5歳。
おお、石塚5球団取ってるよ、すげえな。で矢田くんと、オッケー。帰国選手は森か。筒井くん、へえ、この子、あ、ルーキーか、すごいな、こんな能力になるんだ、かわいそう。ポスティング認めてもらってない。 FA 交渉は佐伯、高橋いないか、佐藤、杉山、村上熊本なんだよね、出身。なんかヤクルトだからもう東京のイメージあるけど。自由契約誰かいませんか。中田翔、まあ、パワーヒッター覚えてんだ中田、すごいな。あ、ヒギンス帰っちゃう、待って、まだ帰らないで、まだ脱三振リリースまでがある。君は引退するのはまだ早い。フォアバー、アメリカンか沖縄。いるか、大城浩二とかさ、そこら辺なんだよね。あとは、あと宮城か。あ、湯気くんすげえいいのに、なんでクビになってんの。畑、メルセデス、松本、島本、ああ島本すげえ。徳のお化け、千賀もクビになってる。浜野ノーヒッター、クモン、福田、お、宮国来い。まあ、だいぶ衰え、でもだいぶ衰えてるけど、赤徳以外はあれか、悪くないな能力。ドドリゲース、え、大須田組になってる、不屈の魂強いいね。中継ぎ補強、さあヒグインスはまあ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 、野球殿堂か、レアード300本塁打達成、あーすごいね。1500打ってないんか、ごめん今見てなかったけど。でホークスビー、アルウェックがおって、でハーバートだから、あれか、外国人1人取るぐらいか。ちょっと見てみましょう。コサイ対左が若干弱いものの、他の特能は特にないと。矢田くんスロースターター、あーこの子中継ぎでもいいな、ロングイニ、ロングリリースというかありだな。いや先発揃ってんだよな。あ、秋吉くんの成績ちょっと、あー見せれないかな、もうここ終わってるな。アッキー今年よか、去年良かったんすよ。僕ここか。ほら、未完封、エースの可能性を秘めてる。コサイを上に上げて。るなら、まあ与座くん、
中継ぎ戻すのもいいけどな。いやまあ小西中継ぎでもいい。矢田くんは中継ぎでいこう。おお、なんかすごいね。あ、そうか、ギャレットとアルベックいるからあれか、中継ぎは揃ってんだ。そうか、あ、外国人おるはおるんか。でもギャレット変えたいな。そうかそうかそうか、こういうメンバーか。あー、なんだ、投手じゃなかったか。いやでも投手だな。野手はだいぶそのメンバー揃ってきてる。だってハーバート、マセ、住吉、坂田はね、受賞してるし、最多安打、打点王いるし、さっきも元首位打者だし、メンバー揃ってるから、やっぱ外国人投手だな。で、中継ぎじゃなくて先発取ろうぜ。先発で、今先発の子を中継ぎに落とすぐらいの勢いのある選手が欲しい。ここ勝負、勝負どころよ。留学か、どこ行けるんや。コリアか。あー、大金コリア。大金秋吉コリアはいいかな。あー、フォークだけか。秋吉もう一個覚えさせたいね。古才大金、あ、古才大金いいんじゃない。コリアリーグ、あ、コントロールもいいな。コントロールだと守備か。うーん、で、古才大金でいこう。古才大金のコリア行かせよう。よし、行ってこい。あの外野のね、子が、外野の大島がもう、あ、ね、衰え始めてるんで、外野の替え兼ファーストセカンドも守れるからね。コリンソン、ハーデン、フルトン、バークワース、エドワーズ、ダットン、ドレイク、リチャードソン、かっけえ名前持ってんね。ダウニー、ダウニー強。バークワーク、バークワース、フルトン、エドワーズ、いやエドワーズ、グーエース、ダットン、ドレイク、あー、みんないいな。待ってね、アメリカ人以外取ったらダメだったんだ。オークランドいいやん、34歳。なんか久しぶりなんでちょっと忘れてました、ごめんなさい。危ない、外国人はアメリカ縛りだった。はい、オッケー。オークランド、わあ、最強か、バーナビーオークランド。なんだこのエースは、めちゃめちゃエースやん。秋吉完封できる能力あるからな。与座くん下げるか、長継ぎに。でオークランド上げよう。本来やったら秋吉の方が適性あるんでいいんですけどね。こんな感じか。いや、オークランド強え。急速安定、タイピン B の怪我しにくさ B、 安定だね。
ずっと投げてくれる。宮国もあげたいな。まあ東浜と変えるか、宮国。よし、オッケー、行きましょう。さあ、オークランドのグーエース感。タイピンはヤンガクイックアップ。コセムラは緩急でも上げるか。あ、脱三振、そうだ、ヒギンスの脱三振お前やってたんだ。タイピン A まで行くべ。極端すごい極端だけど、なんかあるべく覚えない。第2スローカーブ、パワーカーブとスローカーブ。矢田くん、板垣大輔は、板垣あと1球覚えてもいいけどね。与座くんのやつをどうしようかなっていうところだけど、国場、相馬くん、宮国、東浜、ギャレット、ヒギンス。まあヒギンスはもう本当にお疲れ様っていう感じ。東浜と2人でありがとう。秋吉スライダーを覚えないか。いや、秋吉こそスライダーじゃ、スローカーブ覚えないか。覚えれないんか。外国人1人っていうことなんかな、わかんないけど。で、日本人1人っていうことか。スクリューなら覚えるか。スクリュー左投げので、そっから秋吉、秋吉まだまだ伸びるんだよな。まあ、与座くんのやつを覚えさせたりするのもあり。アビコ。アビコ弾道アップ、別なんだ。徳山さ、ごめん。弾道やってたけどさ、やめて。僧侶、ちょっと外野転向しよう。足速いなら。外野を走り回ってくれ、徳山。パワー流し、坂田は守備練習、住吉回復アップか。回復やってたんか。そうか、強身体をやるか。ごめん、なんかブレブレだけど、すみごめん。強身体をやろう。永田、モドくんな、サードか。あ、モドくんもともとあれか、外野だったな。あ、外野じゃない、星だったな。あ、サードメインポジの適正アップで、大島くんは大島くん弾道アップするか。ここで目覚めろ大島目指せ2割5分10本で、ザキは、ザキ今伸び盛りだろ。パワー上げよう。ABEED 目標。 ABEED、 あー、どうしようかな。キックン、やべえ迷うな。キックンパワーの
ザキ高額打法でも覚えるか。なあ得意だもんな、特の伝習が。で足原は、足原あれか、ファースト練習するか。ガイアやらせてたけど、でもガイアでも、あーガイア練習だな。全部ある程度守れるように。スパンジェンバーグ、オースティン、まあ、オースティンがまだねファースト守れるんで。でマセ君は流し覚えたら次盗塁アップやりたいね。オッケー、これでいいでしょう。いきますか。